どうぞ。どうもハナキカップルでーす。すっぴんオブすっぴんなので元気ない今日。ちょっとあの防御力ゼロということで。ゼロですね。はい、はい、今何をしてるかと申しますと、はい、静岡県のサウナフェスに招待していただいて、うんうんうん、ちょっとそれに向かっております、はい、私運転できないんで、うん、一人やとたっちゃんも死んじゃうってことで。いやほんま遠いよ。そうそう、やから今サコをねとりあえず迎えに行っております、うん、はい、サコと3人で今日は行くんですね。もう超楽しみサコファミマおるって。あ、ファミマおる。うん、インターとかでもなんか食べたりしたい。いや、しようしよう。いや、だいぶ楽しいで、5、6時間いろいろ喋りながら行きましょう、ゆっくり。どうしよう。ガチやばい、ガチやばい。ちょっと待って、めちゃくちゃ怖いやつおる。え、怖い。あいつ俺らがプレゼントしてサウナハットつけてるやん。マジ意識高い、やばい。サウナフェス、明日やで。ちょ、呼んでみて。そこかわからんやん、まだ。絶対ちゃう、絶対ちゃう。あんな幼馴染、俺ちゃうちゃうちゃう。あんなサコじゃない、サコ。怖っ、やっぱサコやん。怖っ、怖いって。楽しみ。サコ来ました、イエーイ、イエーイ。どういうルートで行きますか。サコ、ご飯食べた、夜ご飯。あ、食べてないんや。インターで食べる、うん、みんなお腹空いてるし。俺らも食べてない、食べてない、食べてない。俺ナビせんでも多分いけるで。え、いけるん、すごっ。この前だって行ったばっかも。え、じゃあサコに運転してもらう。そう。最初からそれやん。分かってるわ。ちょっとじゃあ今日は3人で楽しみましょう。はい、楽しんでいきましょう。じゃあとりあえずインター向かって行きましょうか。行きましょう、サコの運転で。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。サムネやな。サムネな、これ。はい、じゃあね、はい、あ、重大発表があります。はい、なんと。何ですか。本日、はい、達也個人チャンネル開設いたします。よっしゃー。はい、ということでね、達也の個人チャンネルを今からみんなに発表するんですけど、開設しましたって。はい、それで1時間かけてどれくらい達也のチャンネル登録者数が伸びるのかで賭けをします、今から。あ、いいですね。3位の人が1位と2位に夜ご飯をおごりにします。あ、いいよ、あり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 。インター、インターで、インターで、インターで。あり、あり、あり、あり。マジでわからんわ。1時間やんな。なんかこれほんまに狙いに行ったらいいのか、俺はもう希望を言ったらいいのか、難しいとこやな。あの、しかもさ、1時間今日金曜日やん。うん、結構みんな今飲みに行ったりしてる時間帯。確かに、いなさそうやな、9時。なんか絶妙にみんな酔っ払ってんで、多分。うわー、確かに酔っ払って逆に登録しようとか思っちゃう。あー、もう俺決まった。え、早っ。え、決まってる。俺も決まったよ。え、ちょ待って、ちょ待って。え、一斉のおでで行く。一斉のおでで、一斉のおでで行こうか。行くね。あ、リコが決まったら OK。 OK、OK。 いきます。いっせーので、3800。え、え、待って待って、なんか、なんか誰が3万言ったの。3万、3万、3万人。え、なんて言った。 1.6 万人。あ、言って、リコ8000。おい、1時間やで。1時間3万。3万やで。マジすげえ。俺は信じてる、みんな。あ、いいやん、でも。すごいな。なんか絶妙じゃない、全員違う。え、もうこれじゃあストーリーやる。ストーリーしよう、行こう。オッケー、お願いします、皆さん。ほんで、この動画を見てる人も、絶対フォローしに来てください。俺の目標は、ハナキンのメインチャンネルを抜くことです。興奮しすぎ。もう絶対に抜くから、あの、45万人から今、あの、メインにいるんですけど、その人たち、ごっそりこっちにフォロー来てください。お願いします。敵ちゃうねん。自分のチャンネルや、メインの。何分おきに見る ?15 分。15分おきに見よう。じゃあ4回見ることにしよう。うん、俺らはそれ以外見てあかんことにしよう。そうしよう。じゃあ今は見たあかんこと。うん、見たあかん、絶対あかん。うわ、楽しみ、めっちゃ。来ました。来ました、来ました。15分経ちました。こんな長かった15分はないよ。ちょっと待って、どうやって見んのやろ、これ。あ、リンクから行けばいいんか。登録せえよ、まず。今から、今からする。発表します。はい。15分経った現在、登録者890人です。いや、すごいよ。いや、まあまあ、ほんまにすごいことや。すごい。ほんまにありがとうございます。いや、ほんますごい。あの、3万って言った俺がアホ。じゃ、ほんまそうやね。うん、そう、リコめっちゃ多く言ったなって思っとって。
ね。もう890人の皆さん、ほんまにありがとうございます。ほんまに感謝しないとね。はい、ありがとうございます。大子さんですもん。大子さんだよな。じゃあ、15分の中継は以上になります。ではまた15分後。30分経過しました。ああ、やれることはやりました。やりました。この時間で。ストーリーして、ツイッターも貼って、はい、やりましたね。やりました。じゃあ、見ていきたいと思います。30分現在。はい。ハナキン達也の日曜日。はい。チャンネル登録者数2970人です。よっ、すごい。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。こんな1時間で3000人くらい登録してくれるなんて奇跡やんか。奇跡。ほんまに。だからそれに本当に感謝してね。いや、ほんま感謝します。ほんまにありがとうございます。行きましょう。ちょっとゲームしてるからさ、それがなんか伝わらんかもしれないけど、めちゃくちゃ嬉しい。え、次何分に見んやっけ。携帯触ってたら声聞こえへんの。リコと一緒やん。聞こえてるし、聞こえた上で無視してんの。あ、そう。よし、そろそろですか。そろそろですよ。いや、もうほんまに俺はもうみんなのメンションを見て感動しました。もうなんかもう登録者とかもうどうでもよくなってきた。いや、ほんまにそうやねんな。そう、もうほんまありがとうっていう気持ちでいっぱいで、なんか胸があったかくなってます。よかったです、本当に。はい、行きますか。でもはい、行きましょう。ここまで来たら行きましょう。そうですね。ハナキン達也の日曜日、はい、チャンネル登録者数4048人です。うわー、いいやん。本当にあれ嬉しいけど、うん、リコが一番近いのが腹立つ。しっかり勝ちに次見るときはもう結果発表やな。結果発表です。はい。経過しました。はい、ラストです。その前にちょっと話させてくれ。もうコメントもさ、メンションもちょっとは返してないけど、うん、返しきれんぐらいしてくれててさ、ほんまに結果云々関係なく嬉しい、うんうん、ただただサコと2人でずっと話してて、カツヤ1回も話入ってこない。一生携帯見てたんですよ。普段全然見えへんのに。それぐらいなんかもうほんまありがとうって思うし、まあ、ゆるく動画を上げていくんやけど、うん、せっかくならちょっとあのみんなが、うん、楽しめる、そう、楽しめる動画を上げていけたらなと思うので、よろしくお願いします。頑張っていきたいと思います。はい。じゃあ行きますね。はい。ハナキン達也の日曜日、1時間後の結果、5137人です。すごい、素晴らしい。素晴らしい。もうありがとうございます。本当に皆様ありがとうございます。もう達也が初めにちょっとよくわからん数字を言ったばっかりに、なんかえとか思っちゃうかもしれないけど、これってほんまにすごいことやから。ほんまにすごいことやから。ほんまにすごい。これから頑張っていきたいと思います。頑張っていきます。みんなよろしくね。よろしくお願いします。もうこの時動画は多分上がってるからね、また動画を見てみてください。ほんまやな。うん、何食べるの。いっぱい食べれる な名古屋、名古屋なの。だいぶお腹空いてるよな。手羽先とかめっちゃ食べよう。全部寄ってっていい、サービスに。全部やろ、全部やろ、今から。なんかええ匂いすんの。そんな、それみたいな匂いするの。リコおしっこ漏らした。リコのおしっこ、コンソメ。すごっ。わからんけど。やっと着きました。あ、リコ待ってる。着きました。何食べよっかな。トカツ丼の、まあ、大盛りと、はい、ヒレカツ丼、はい、あとローストカツ定食、はい、一つで、色で。これって調べたんやろ。ありがとうございました。ごちそうさまです。あ、あれっす。お腹すいたし、コンビニ行こう。デブやん。お菓子か。ただのデブ。ホテルをね、調べてるんですけど。マジで、あの、何も考えずに来たんか。そう、ほんまに。今調べることじゃないからな。野宿になるかもしれないんですけど、まあ、また動画撮ります。ああ、そうなんですね。ウォシュレットがつけれないとかってことぐらいですかね。なんか霊がおるとかそんなんじゃないですか。分けありっていうか。あ、びっくりした。なんかそうかなと思ったんですよ。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。出た。え、そんなわけないじゃないですかって言ってた。分けありって書いてたんですけど。いやけどほんまに今ってさ、金曜日やからさ、確かにめっちゃ高いね。もったいないもんな、泊まるだけやし。そうやってご飯とかに使いたいやん。バーベキューの下とかの。せやな。じゃあその訳あり、訳あり行きます。行きましょう。3人で4680円。未だかつてない。ハナキンカプレー。おはようございます。おはようございます。
我々佐古様のおかげで、はい、早起きすることに成功いたしました。2人じゃ絶対無理ですからね。ホテルもすごいいいとこで、いやほんまにすごい楽しかった。なんか久しぶりにさ、ああいう感じの雰囲気のホテル泊まってさ、うん、合宿感あって二段ベッドやってんな。そういいとこでしたね。いいとこでした、はい、今から、はい、かの有名な爽やかハンバーグですか。はい、爽やかハンバーグ、もう静岡名物ですね。リコ行ったことないんですよ、うん、初めてやな、リコ。そう、サコと達也が行ったことあって、そう、多分ね朝一に行っても混んでると思うから、うん、ちょっと並ぶと思うけど。並ぶんかな。うん、なんかまださ天気耐えてんな。いやでも調べてん、うん、ちょうどそのサウナ行くぐらいから、うん、雨終わった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 。サコにさ、うん、あのお兄ちゃんにした質問ちょっとしてみてよ。何したっけ。リコってどんな人。ああ、それや。リコってどんな人。え、気になる。サコから見る、サコから見るリコ、ほんまに普段の、うん、俺らとおる時のリコ。気使ってくれるっていうか、なんていうんですか、いい意味でなんか無理してないとかもそうやし。あー、言ってんな。あ、気配りがな。気配りがすごい。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。めっちゃいいや。悪いとこない。あー、じゃあ良さ。勝手やつ一緒。マイペース、マイペース。ないんかな、悪い。めっちゃ褒めてくれるよ。嬉しい。達也はいっぱいあるよ。じゃあ達也はどんな人、サコにとって。まあ面倒見がいいのは。面倒見いいや、へえ。同世代に対して面倒見がいいし、まあでも確かに、うん、コミュニケーション能力が高いよ。ああ、コミュ力に欠けてると思う。で、まあ悪いとこじゃないけど準備遅い、たまに口悪い。いいとこ終わんの早っ。あと、なんか人もなんていうか奴隷のようなやつが。これもでもコミュニケーションの一つやから。誰にもかしこも俺はね。まあまあ、そりゃそうや。サコとかもう昔からの。てか甘えてるなって思う。でもなんか達也ってその大学の友達とか、うん、まあ地元の友達とかいろんな、まあ、友達がいるわけやんか。そうやな。けどみんな見てきたけど、うん、あのサコとかにはほんまに甘えてる。なんかめっちゃ家族の前の達也と一緒って感じ。サコの前の達也は。あ、確かに。そう、なんか甘えてんなってめっちゃ思う。それをじゃあ全部俺受け入れてるってこと。え、そう、なんかもう彼女やん。じゃあリコらにとってのサコの話しよう。お前ら。え、リコめっちゃあんねんけど。気になるわ。え、めっちゃある、なんか。うわ、めっちゃ並んでるわ。これやばいって。え、そんな並んでるの。ほら、ここ見ろよ、リコ。え、これめっちゃ並んでる。めちゃくちゃ並んでる。うわ、うわお、えぐい。これはえぐい。おいおいおい。はい、爽やかがね2時間待ちということでアウトレットに向かっております。おー、いいね。俺アウトレットめっちゃ来たかったから。水着買いたい。水着買おうぜ。かわいいっしょ。かわいいっしょ、きしょいな。かわいいっしょ。かわいいっしょ。マジで2時間有意義に使いましょう。使いましょう。じゃあ楽しんでいきます。バイバイ。好きやわ、これ。えぐい。雨やばすぎる、マジで。マジやばい。サウナ楽しみ。整う楽しみ。マジえぐい。マジでえぐいから、これ。マジえぐい。久しぶりにこんな雨見た。楽しいですね。楽しい。もうこれだけ十分。楽しいです。ひどくって食ってみる。いらへん。ほんまに爽やか食べたいね。もったいな。むっちゃうまいな。めっちゃうまいやろ。うん、おいしい。仲良くみんなで豪雨の中クレープ。えぐい、マジで。
屋根やのに跳ね返ってめちゃめちゃ降ってくる。こんなさ、雨ほんまに久々じゃない。あ、おもろいです。めっちゃこういうとこがね、私たちらしいですね。らしいな。なんかどっちかだよ、めちゃめちゃ晴れてるか、うん、めちゃめちゃ天気悪いか。ちょっとね、どうなるか分かりませんが、はい、楽しんでいきたいと思います。バイバーイ。あーめっちゃいい匂いする。やばい。あ、行こう。いただきます。俺も食おう。うわ、肉汁が、うわ、すごっ。3時間越し、うん、うん、3時間並んでよかったね。あんなきーカット。どうも皆さん、こんにちは。はい、サコと二人での旅行でした。今日は楽しかったですね。サコさん楽しかったな。はい、一人お荷物は静岡に捨ててきました。はい、もうね、前撮ってたんどこやろ、リコ。大雨だったと思った。え、アウトレットの。アウトレットじゃん。あ、ほんで爽やかちょろっと撮っただけか。あ、そうや、食べてると。で、そっから何をしてたかっていうと、言ってたサウナフェス行ってたんですけど、ちょっと楽しみすぎちゃってんな、俺ら3人で。 DJ の方がいたりとかして、音楽もかかってたんで、ちょっともう撮らずに楽しもうってことで。さあ、こんな時間になってました。はい、そういうことなんです。どうでしたか、今日、今回の旅行。楽しかったですか。楽しかったです。2人で行く旅行とサコを入れて行く旅行、どっちの方が楽しかった。サコ早っ。即答。サコはどうでしたか。いや、楽しすぎたし、濃いな、一日一日が。また暗なった。もういや、ちょっとなんかもうカメラが僕のことを人物と認識してなくて、あの画面が暗いです。明るい。いや、じゃあこれこのライトや、外の。あ、お、やっと反応した。やっと反応した。イエーイ。はい、もうね、こんな感じで今日は終わっていきましょうかね。楽しかった。楽しかったね、すごい。運転もね、長いことしてもらってありがとうございますね。何か言い残すことはないですか。なんか言おうとしたのか。やめちゃえ。まあいいですね。はい。じゃあ今日も皆さん動画見てくれてありがとうございました。サコもちょくちょく出てくると思います。はい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。ありがとう、おやすみ。あ、いいね、みんな手出てきたよ。おやすみ。顔反応してる。あ、顔反応してる。飛んでる。え、めっちゃデコ光ってない俺。デコテッカデカ。めっちゃ綺麗。いやいい感じですね。今日もかっこいいです。僕昨日もかっこよかった。昨日もかっこよかった。毎日。明日は。明日も絶対かっこいい。あ、わかった。サウナ行ってるから肌がツルツルやね。それはある。やばい、もうトンネルが終わるわ。いやいや、暗くなっちゃう。いやいや、ちゃんと言ってもらう。なんでな、バイバイ言ってん。今回の旅でもう一個発見したことあった。何？達也の耳が悪すぎる。俺な、左耳めっちゃ奥突っ込んでめっちゃ痛かって。達也破れたんやじゃん。絶対そうや。え、ちょ、言ってみて、なんか言った。え、なんか言った今。言った。やばいわ、俺聞こえてへん。え、じゃあサコ言って。やばいわ、早い。ちょっと聞こえんね、サコの言ったねも聞こえるから。多分あの破れてない。多分ちょっとヒビ入ってるぐらいは。俺も言ってないもん。言ったっていう言葉を言って。言ったねは言った。あ、おや。Yeah.